こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸まる習性を持つボールパイソンというヘビをお迎えする前日に見てほしい動画を撮ってみました。実際にお迎えしたらどういう風な動きになるのかっていうのをちょっと実演してみます。ただいまとお迎えしてきたどこかのお店でボールパイソンをお迎えしてきました。まあ大体こういう茶色い袋に入っていることが多いんじゃないかなと思いますけど、まあ、お迎えしてきたら帰ってきたら生態がその子が無事かどうかを見るわけですね。まあ、こんなパックに入っていたりもうちょっと透明なのに入っていたり丸だったりなんだったりいろいろすると思うんですけど、ああ大丈夫だなと。そしたら手をよく消毒した上で出していくわけですね。お元気元気。ちょこうなる前にケージを用意しておくと良いでしょう。そのお店でケージを一緒に買われることもあると思いますし、あるいは事前に用意されてからお迎えされることもあると思いますけれども、そこに移していってあげるわけですね。こうやってで入れてあげると、お水も入れてあげると。水入れはですね、何を使っても大丈夫だと思いますけれども、うちではこういう、まあ、重めの容器にクリアカップを入れて、水を入れてあげています。何かあれば、まあ、カップごと捨てて、すぐに変えてあげられるようにですね。こんな感じ で透明なケースで買う方が買われる方が多いと思うんですけれども、透明だとですね、まあ、ボールパイソンが落ち着かないということもあると思いますので、できれば何かこうくるんであげたりして、暗い静かな環境を用意してあげると最初は落ち着きがあるかもしれません。でそのお店で買われたか、あるいは事前に用意されたかで保温器具があると思います。こういうですね、これはヒートケーブルなんですけど、何かラフトのようなものを用意されて、こういうケーブルを這わせてその上に置くとか、あるいは別の、フィルム型シート型のものに載せたりするとも思うんですけど、あったかい場所と冷たい場所を作るようにしてあげてください。全部にこうやると、全部が同じ温度になってしまうので、できればあったかい場所と冷たい場所をボールパイソンが自分で選んで、暑いから涼しい場所に行こう、寒いからあったかい場所に行こうって移動できるような形で保温器具をつけてあげると良いと思います。暖かい場所とは具体的にどれぐらいを指すかというと、うちではだいたい32度ぐらいですね。で冷たい場所、涼しい場所はどれぐらいを指すかというと、うちではだいたい28度を切らないようにしています。なので、まあ、こういうヒートケーブルを デジタル式のサーモスタットとか、これアナログ式のサーモスタットがありますけれども、32度を超えないように管理してあげて、で部屋全体が28度を切らないように管理してあげて、ボールパイソンの部屋の中に暖かい場所、涼しい場所を作ってあげるようにしてあげてください。湿度はどれぐらいにしたらいいのかというと、うちではだいたいですね 60% から 80% ぐらいの湿度になるようにしています。で日本って四季があるので、まあ、暖かいというか、夏は湿度が高いですけど、冬はすごく乾燥するわけですね。でもそれでもボールパイソンにとっては 60% から 80% を維持してあげる必要があるので、例えば霧吹きをしたりとか、例えば密閉性を高めてあげるなどして湿度をコントロールしてあげる必要があるわけです。でそういう時に役に立つのがこの水入れですね。例えば水入れを大きくすれば湿度は上がりますし、水入れを小さくすれば湿度は下がります。でホットスポットを作る位置を変えることで、水入れの近くにすることで、あるいは水入れの下にすることで水が蒸発して水分が舞いやすくなりますので、まあ、冬はホットスポットの近くに水を置いてあげるなどすると湿度を維持しやすくなるかもしれません。逆に夏はそれだと蒸れてしまうという場合はホットスポットから離すようにしてあげてください。臆病な子の場合はシェルターというですね、隠れ家を作ってあげる必要があるんですけど、
水入れはその時その時で場所を変えても大丈夫なんですが、シェルターの位置だけは気をつけていただきたくて、シェルターをホットスポットの上に置くと大体ですね、ボールパイソンはそのシェルターの中に入ります。でそこから移動しなくなるんですね。でそうするとずっと暖かい場所にいることになるので体調を壊しやすい、場合によっては低温やけどをしやすい、くなってしまうので、シェルターはホットスポットの上に置かないというのが鉄則です。水もできればまあ半分ぐらいかけてあげるといいのかな、いろいろ調整してみてあげてほしいなと思います。そうでしょ、入れました、水を入れました、ホットスポットを作りました、そしたら餌のタイミングですね。今日お迎えしました。じゃあいつから餌をあげればいいのということについては、まあ大体ですね 2,3 日空けてから餌をあげるようにしてほしいなと思います。ボールパイソンが餌を食べた後で消化して吸収していくにはやっぱり結構ですね、こうエネルギーがかかるわけですね。で落ち着いてないと吐き戻しちゃったりするわけです。なので、お迎えをした直後に餌をあげてみた、で食べた、食べるかもしれないけど、それで食べるともしその環境がボールパイソンにとって大きなストレスだった場合に、食べたはいいけどやっぱ吐きたいと言って吐き戻したりしちゃうわけです。なのでそうするとボールパイソンにとっては大きな負担になるので、できれば 2,3 日かけて新しい環境に慣れさせてから餌をあげるというのがいいかもしれません。これは人によって結構変わるので、もうボールパイソンを、2,000 匹ぐらい飼ってて、この体調の変化とかっていうのもすぐ見分けられるよっていう場合は、早くもうこの子だったら大丈夫だなって言って、もう少し早めてあげる人もいるかもしれませんし、あるいは、まあ、もっと大事をとって1週間経ってからあげるという人もいるかもしれませんけれども、それはその人その人によって、少し経験値によって、また環境によって変わるかなと思いますけれども、まあ、大体 2,3 日あければいいかなと思います。お迎えをされて 2,3 日したら、で落ち着いてるのを確認できたら餌をあげて、でその餌をあげた後ですね、ボールパイソンがこう落ち着いて消化できているかなとか、吐き戻したりしていないかな、何か体調不良が起きたりしていないかな、で1週間ぐらいしたら糞をしますので、その糞の様子がおかしくないかな、下痢になっていないかなということをちゃんと確認してあげてほしいなと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンをお迎えした日にどんな感じでセッティングすればいいのかということをお話しいたしました。当店の生態在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。